い、ということで今回もやっていきたいと思います。さあ、ってことで次西側か。ってことは西側にワープすればいいんかな。ワープするとこあった？あった？あー、でも多分ここが目的地やと思うけん、あ、この辺から上がってはいけん上がってはいけんのか。まあいいや、行こう。なるべく近く。さあ、行きましょう行きましょう。あれ、空飛ぶコックおらんけど、そういえば。え、いなくても大丈夫な感じ。何をどうすればいいのかしら。え、あそこから登れないのか。え、ということは、ということはどういうことだ。ヒントを教えて、おじいさん、久々に。じゃあ、ジーコ、ジーコ、ジーコ、プルルプルル、ガチャ。ブルイラじゃ、亀岩の頭が邪魔かの。命を吹き込むば動くかもしれんぞ。ほんとほんと。役に立ったかな？ブルイラー、ガチャ。私は、その亀岩とやらまでたどり着いていないんだけども。え、多分あれやろ、亀岩。これ亀の頭みたいなやつやけん。あ、じゃあここで、あの何、カエルのソウルやったっけ？あれをまた吹けばいいってこと？え、てか、あの、いけんねえけど、どうしたらいい？え？へ？あの、どっからどう行けばよろしいでしょうか。これ中からどっか行けたっけ？え、行けんかったっけ？え、ちょっと待って。やだ、やめて。これ抜けるだけかな？あれ？こっち側にも宝箱あった？よいしょ。なんでちょっと取ってないんこれ。ルピー！ 50 ルピー手に入れた、割と嬉しい。イエーイ。いや、イエーイはいいんやけど。イエーイはいいんやけど。え、いけんくない？え、どうすればいいの？どうすればいい？痛ーい！迷った挙句、タルタル山脈に戻ってきたアユナ。え、なんかあんなところにマリンおるんやけど。え、なに、どうした？え、なに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 ？なんかマリンおるよ。え、もしかして助けを求めている？え、ということは、ということは、え、ということはあれやね。またここ進んで戻っていかんといかんやね。え、ちょっと待って、え、どういうこと？あ、ここ鶏おじさんの家じゃない。あ、いやね、よかった、来れた来れた。え、これこれヒックショットで渡っていける。誰かー、そこまではどうやって行けばいいんだ。あ、あゆな、魔物たちが意地悪してこんなところにさらわれたの。どうしよう、怖くて動けないよ。え、これはマリンに引っ掛けるべきなの？ああ、なるほど、そういう感じか。びっくりした。アユナ、ありがとう。いえいえ。あのね、アユナ、あのね、私、何？おい、今更登場かよ。マリーン、大量のキノコを持って。やっぱり絶対、あれよ、マリオを模しとると思うよね。あ、タリン？ごめん、なんでもない。私、もう行くね。てか、親子ではないよね。どういう関係？お兄さんと妹とかそういう感じ？何？気になるやん、言えや。おーい、行くな。はーじゃないよ。え？なに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 ？あ、フクロウ。あの娘、卵の前で目覚めの歌を歌ったのじゃ。風の魚の歌は目覚めを告げる歌。まさかマリンは風の魚を起こそうと。次なる楽器は西の山の亀岩じゃ。亀の形をした岩に息吹を吹き込み、恐れず勇気を示すのじゃ。風の魚は待っておるぞ。え、マリンは私の協力をしてくれようとしよるってこと？けなげだな。てか、その、あの、亀岩にはどうやって行けばいいんすかね。あ、階段ある。階段ある。やった。こっからどこまで続いとんかな、これ。あ、待って、なんかここ、爆弾使えるね。痛い痛い痛い。よっ。
爆弾あと3つしかないんだけど。何かがありそうな予感。ちょっと待って、痛い。君たちをつけたら何かある？いやー、それとも君たちには何もないのかな。ここには何もないっぽいね。こっちか。あー、なるほど、これでここに繋がっとんや。ハートのかけらを手に入れた。やったね。まだこれは1個目やけんね。よしよしよし、あと3つや。さあ、それじゃあこれでここ飛び降りて、どこに繋がっとんやろこの階段。まだ先がある。これはフックショットの出番だね。オッケーオッケー。空飛ぶここはどこ行ったの？また眠りについたの？深い深い。どこに出てきた？ああ、これでここに来れたんや。やった。なに、なんかめっちゃ岩降ってくるんですけど。何、誰、誰が降らせてるの？怖い。絶対上に、いて。絶対上にヒノックスみたいなのおるって、なんか。殺すぞ、ちょっと。ふざけんなよ、おい。この辺。こんなにいっぱい岩があるってことは何かあると思ったよ。え、ってか、どこから降ってきたの？あれ？卵のところからってこと？じゃないとこれより上ない。あ、階段発見。この階段は一体。イエーイ、ルピー。50ルピー手に入れた。割と嬉しい。でもこっち側にもなんかあるけど、とりあえず階段行く？え？あ、ここあれやない。あの悪魔の。ねえ。あの小さな可愛らしいツンデレ悪魔のおるとこやね。久々の魔法の粉。あの一箇所だけじゃないんよね。あんま小さくなかった。やい小僧、よくも俺様を目覚めさせてくれたな。どうもありがとう。お礼をしてやる。かっこしやがれ。よろしいですか？じゃあ爆弾をもっと持てるようにしてやる。よろしいですか？いいぞ。ありがとう。なんなら補充してくれても嬉しいけど。ひひひ、ざまあ見やがれ。持てる数が増えてしまったぞ。じゃあ元気でね。また会おうぞ。かわいい。かわいい。究極のツンデレ。なるほどね。ストーリーには関係ないところやったね。まあ、一応。これは下に降りるべきなの？下に、え、でも下に降り、え？ん？下に降りるの？ちょっと待って。あ、ここに爆弾で壊すところがあるね。なるほど、そういうことか。爆弾で壊すところがあって、あ、ハートのかけらこっから取れるんや。なるほど。はい、二つ目。あと二つや。オッケーオッケー。さあ、じゃあそこ壊して入ろう。はい。なんだ、誰だ。誰だ。え、なんかめっちゃ増えとる。ありがたい。補充してくれとるやん。嬉しい。所持数が増えただけじゃなく、所持数とか所持枠が増えただけではなく、ちゃんと補充までしてくれるとか、超優しい悪魔。え、なに、え。ちょっと待って。この中は一体どういう風にして進んでいけばいいんすかね。消えるかと思ったけど消えんな。え、ご了し。ちょっと待って。いや、絶対違う。あ、普通に縦でいけるやないかーい。なるほどね。ふう。あ、爆弾や。
やったー、使った分きっちり補充していく。以上。あれ？あれ、補充できた今の。拾ってないやん。なんかここ、おー、なるほど。なんかジュージュー、岩焼けよるなって思ったけど、ワープポイント。やったー、ワープポイントになったー。嬉しい。それはいいけど、あれなんか他、ここもワープポイントよね。結構近くにあるんやな。あ、てか、ウルリラじいさん。ウルリラどうも、ここまで来たよ。じゃ、ジーコ、ジーコ、ジーコ、プルルプルル、ガチャ。あ、同じことしか言わんじゃないか。なるほどね。この段階ではこれしか言わんのね。さあ、それじゃあ、なんかあいつ邪魔じゃね？あ、動くんか、ちゃんと。あ、なんだ君ら、なんだ君ら、超絶うざいぞ。どうした、攻撃できてないんかと思ったけど、ちゃんとできてる。はいはい、結構いい感じのお金になるやん君ら。君らで仮面岩の頭に命を吹き込めばいいと。ここにカエルのソウル。え、動き出すのこれ、大丈夫？どういう感じになるの？頭だけなくなるの？攻撃するの？え、なに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 ？やっぱ戦うんやん。え、気持ち悪い、ヘビやん。これは爆弾かな？いやー、絶対爆弾やね、これ。なるほど、だから補充。無理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 、絶対これ吹き飛ばすパターンのやつやろ。え、はい、いやー、あ、ここでか、ここで吹き飛ばしや、お願い早く。うわ、無理だ。なんかそういう感じで突っ込んでいくのね。はい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 、オッケー。さあ、おいで、こっちだ。こっちだー。ぶつかれよ。なん、ちょっとブレーキかけちゃってんの。はい、ぐい。もうちょっと伸ばしてくれていいよ。ほら、この辺、この辺。おいで。よいしょ。はい、来たー。あ、ちょっと剥がれた。あ、岩の下が見えてきたよ。ちゃんと生きてるの。はい、岩でできとるわけじゃない、周りが岩で囲まれとんや。ヘビっていうよりカメっていうよりワニって感じやね。あ、届かんかった。届いてなかった。いやー、痛い。よいしょ。あー、ちょっと遅かった。よいしょ。これでいける？まだか。あ、もうこれあれじゃない？切れるんじゃないの？剣で。生身になったし。生身というか、岩が剥がれたし。岩の鎧。痛いです。あ、ちょっと待って、ピンチじゃない？私。ほら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 、切れる切れる。なるほどね。つらい。あ、しかしトレーシーの秘密の薬がここに来て役に立ってくれている。秘密のお薬、予備も欲しいんだけど、1個しか持ってないのね、あれね。前の東の塔に行った時、予備持てんかったもんね。これでいけた？よし。瓶に。この妖精はさ、自動的に使ってくれんのかな？なんか今までのゼルダって使ってくれよって気がするんやけど。ね、手足はそのまんまなの？じゃあとりあえず一旦ここで終わっておこうか。
はい、ということで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。